はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。ということでですね、本日の動画はですね、トレンドに敏感な男 VIP がトレンドな企画をやってみたです。はい、ありがとうございます。いやね、毎度毎度ね、結構プロ野球で話題になったら次の日に動画をするっていうのが VIP のスタイルなんですけども、今日はね、昨日完全試合をやり遂げた佐々木朗希選手使ってみた動画です。はい、しかもロッテ純正、なるべく再現したバージョンです。はい、ちょっと見ていきましょうか。はい、こちらですね、佐々木朗希選手、もちろん極みです。ロッテ純正やってるんで、はい、で特殊能力もマックスまで上げてますと。いや、昨日の試合マジでエグかったですよね。昨日ね、僕美容院行ってたんですよ。でその美容院の最中、その待ってる最中に、もう佐々木朗希選手がもうなんていうんですかね、6回ぐらいから、えこれマジで完全試合するんじゃねみたいなテンションになって、僕ずっとダゾーンで見てて、美容師の方にもうちょっと見てていいですかって言って、この方すごいことやり遂げようとしてるんですよ今みたいな感じで、髪切ってる最中もずっと見てて、でも完全試合になった瞬間もね、ちょっとタイミング悪くてシャンプーの瞬間やったんですよ。ちょっと待ってもらいましたもん。さすがにちょっともう完全試合の瞬間この目にね、焼き付けときたいなと思って、でもすぐツイートして髪の毛洗われたんですけども、いやまあすごい試合でした。本当にすごかった。なのでね、今日はその佐々木朗希選手を使ってロッテ純正でやってみたいと思います。ちょっと見てみましょう。はい、こちらですね、ちょっとね、なるべく再現したんですけど、レフト、キャッチャー、ファーストがいなかったんですよ。松川選手ね、松川光選手持ってなくて、で、ファーストの佐藤俊也選手も持ってないんですよ。で、レフトの高部選手も持ってない。てか、出てないですよね、高部選手。出てるんかな？なので、ちょっとこの3人を除いた他のメンバーはなるべく昨日のオーダーですね。で、ピッチャーはもうバチバチ、もうガッツリですね。ガッツリもう、佐々木朗希選手からの、まあ、系統は昨日なかったんであれですけど、まあ、2試合ぐらいやりたいんで、完全試合できたらいいけどな。ランク戦なんでワンチャンあるんすよ。相手によるんすよね。まあ、いや、早速ちょっと1戦目やっていきましょうか。さあ、お願いします。1試合目ですね。大スランプで草。いや、俺も大スランプで草。まあ、ここはね、本当は高部選手なんですけども、荻野選手。いきましょう。応援歌がいいからね、千葉ロッテは。いやー、くそ。OK。ボール、オブのうまいね今の配球。小木の高橋、よっしゃー、ナイス小木の高橋。さあ藤原くんね、これ写真だけ変更してますけど、シリーズ2ですね、2021。うまい、うわうまい、いや強い、ロッテ中線、おおセカンド行く、いいね。さあ中村翔吾、うわ徳の殿下とマジかよ。いや楽しいな、ロッテ中線。やっぱりちょっと自チーム中日だってもうね、自チーム変えるの忘れるんよマジで。いやもうほんまに許して、これちょっと次ちゃんとロッテにするから。中日の応援歌流れてるんよな、サウスポー流れてるんよ、サウスポーが。えっ、びっくりした。よいしょー、よし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 。えっ、ちょっと待って、レフト片よ、誰今レフト、イチロー、おイチローや、やっぱり。さあレアード行こう、寿司ファーダー。あてかさ、昨日のさ、あの牛宮城の動画見てくださいました皆さん。なんかね、箸の持ち方注意されてたんですよ。俺箸のあれね、ちょっと言い訳させて、確かにちょっとね、あの親指が上に行ってたんですけど、あれね、あの鉄のお箸でちょっと滑ったんで、がっちり持ってたんですよ。僕箸の持ち方汚いって言われたことないんですよね。だからなんか結構ね、箸の持ち方で教養のなさが分かるなとかめっちゃコメントあって、だるっと思って。よっしゃ、あっくそ、ちょっとびっくりしたの、初めて言われたんで、まあ、ちょっと意識します。はい、まあお前になんで言われなあかんねんと思ったけど。よいしょー、ムーティン、ムーティン、 This is ムーティン。さあロッテ純正めちゃめちゃ強い。まあよかったらね、あの実写動画の方に、あの実写チャンネル大友亮で検索してください。はい、よし。水曜日はね、ちょっとスクラッチ30万円分引いてみた動画出るんで、おら。さあ宣伝も済んだところで、メインは佐々木朗希選手。6点取ったら理想やけどね、昨日6対0やったんで。あ、これセーフなる、セーフなる、エチェバリア、これ完全にイチローやった、セーフやった、これ。おお、どっちが取る、おお、藤波選手、藤波選手が掛布さんの球横取りしようとしてた。さあ完全試合いきます。新シリーズね、球が速くなってるんで、ただランク戦はね、球速くても通用しないんですよね多分。はい、よし、同じとこからスプリット150キロ。まあ昨日も実際そんぐらいのスピードで、うわ振らないか。ただね、佐々木朗希選手ね、本当にね、シリーズ2多分ね、俺の能力予想していい。よっしゃ、多分ストレートがね、 S ぐらいになるんちゃうから、ほんまにこの調子でいけば、調子落とさんかったら。でスプリットも多分 A とか。よっしゃ、でも本当に大会ルールで、まあ、大谷選手ってやっぱスラカットがあるんで脅威ですけど、高速スライダーだけだとちょっとやっぱ大会ルールはね、そこまでなんですよね多分。
もうとりあえずストレート押ししかないからね。取れる取れる、よし、誰、うわ、ウジオかースーパープレイ、さあ完全じゃあるよ。三振は取れないからね、昨日19個、佐々木選手確か三振は取れないんですよね、このゲーム多分おそらくランクは。ただこれマジである、いやー広角出てるからアウトコースは怖い。いやーどうする、投げる、ダイスランプって言っても多分、いやちょっと分からん、いやまあいけいけ、はい、取って取れる、いやー、うわ王さん、あけどスピリッツでだいぶスピリッツご利用してる。アウトロー止まんのちゃう、これアウトローのストレート投げてみようか。ベストピッチ飛ばんやろ、ベストピッチャー飛ばんって多分、ほら、いや頼む頼む、あー危ない、落ちるか落ちないか分からないスプリット、はい、よしよし、エチマリア、ナイス、いける完全試合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 。さあ6点取ろう、6点、これちょっとミート打ちでいこう。藤岡選手の S ランク欲しい、もう A ランクめっちゃ持ってるんですよ。よっしゃ、よ見た、3ボール、うまい、落ちる、いやー、ちなみに今鈴木誠也選手がね、メジャーリーグ初ホームラン打ってました、スリーラン、レフト左中間中段。さあ田村選手、松川選手が今目立ってますが、光星学院のキャプテン田村、ほら、あーボール、ちょっと待って、今のは自信の見逃しよ、自信に満ちた見逃ししてんけど今、荻野隆、マジか。さあこれマジで抑えるから、俺見て最新の掛布さんでしょこれ、こんなパワー落とす、へい、いやーカーブ投げてみる、たまにこういう球も混ぜないとね、よーし、取って取って、ナイスエチェバリ。さあ完全試合まであと、うわー、ここで吉田正尚来る、昨日3三振取った、ここで正尚はなんかちょっと向こうも息があるよね、昨日の試合を再現するような、いやうまっ、ゲームでは正尚の軍配、え、ちょっと待って、完全試合終わった、完全試合終わっちゃったやん、おい、イチローに代打出すなて、イチローに、まあ点取られんかったらいいか、点取られんかったらいいか、果たしたいですよね、そうですよね、ここはぜひ決めておきたい、はい、よし、ゲッツ、ゲッツ、よーし、はい、ということで2試合目ですね、ちょっとねオーダー変えました、ガラッと、落合さんとか安田選手とか有藤さんとか、結構こう昨日のオーダーではない感じでいったんですけど、ただちょっと相手の方めっちゃ強い方来たんで、これはちょっと完全試合は無理そうやな。ただねちょっとね、試合ね、佐々木朗希選手の体力消費のために4試合消費してたんですけど、アーサー安田選手、イチロー選手4ホーマー打ったっす、ちょっと誰か録画してる人おらんかな、イチロー選手の映像、4ホーマー打ったんすよ、やばない、いやマジでイチロー選手打ちやすいわ。さあ3ボール、いや落ちる落ちる、よし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 、あれイチローやったら取ってたよ。さあサブロー、久々のサブロー、これねちょっと佐々木朗希選手投げさせる前にコールドもありやで、よし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 、さあここで落合さん、わあ帰るよな、はい、外駒選手 A ランク疲労、ちょ待って、能力えぐ、カンストしてるやん、絶対ホームランやんこんなん、はい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 、ほらもう絶対ホームランやって、当たり前やん、99やで全部、もうこれ終わらす、マジで佐々木朗希選手か、ある意味完全試合さす、これよし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 、ある意味完全試合行こうぜ、ある意味完全試合、入って、てかまたロッテにしてないやん俺、もういや、ちょごめんほんまに忘れちゃうんすよ、やばい、よし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 、さあ行こうぜ、エチェバリア、うわ帰るか、おー宮西選手、さあエチェバリア行こうぜ、うまいうまいうまい、やばいこれマジでいける、次誰次誰、田村行こうぜ、田村、あ危ない、ボールやろ、ボールでしょ今の、怒っていいよ、
田村選手手を緩めずに行ってほしいですね。抜けて藤原、あーやばい、これやばい。いやけどこれ3人で抑えたら完全試合ってことですよね。よし、長径必殺、長径アウトローセンターフライ作戦、取れる長径、もう完全試合終わったわ、ごめんごめん、完全試合終了しました、すいません。ただ完封勝利、2試合連続完封勝利あるから無理よ、ランク戦で完全試合は。3球目は何で来るか、いやうまいわ。勝てばいいよ、もうロッキー君ゲームで次のシリーズ出るときは強くしてね、コナミさん。昨日のピッチング見たでしょ、コナミさん、投法行こうぜ。いやこれ無理やわ、もう無理マジで。ストレート投げたら絶対打たれんもん。よっしゃセンターフライ、よしよしよし。さあ鈴木誠也、今日ホームラン鈴木誠也ね。来た、あーうわ怖っ。もうストレートに耐えるしかない。163取れる取れる、よーし、さあこれでいくぞ。いやマジ強い、安田選手普通に強い、能力。いやミスった。さあサブロ行こう、うまい。さあ落合さん行こう、やばい危なー。よし来い、帰ってこい帰ってこい、うわ無理か。さあレアード、アウトコースさっき飛ばんかったからな。よいしょ、よう見た。さあここで荻野隆変化のマイナスイッチ、きた、よーし、荻野荻野。さあエッジバリア、よっしゃよっしゃ。さああと2点。さあここで田村選手、ロッテのキャッチャーは俺だ打法行こうぜ、ロッテのキャッチャーは俺だ打法。うわここで山本由伸選手きた、くー。さあ佐々木朗希選手完封なるか、完封じゃ完投か、とりあえずスプリット、よっしゃー。あと2人十分いけるな、5割超えにも。やっぱストレート速いから取れる、よっしゃ。えマジで勝てる、マジで勝てる、これも長打警戒インコースでしょ、どん詰まりでしょこんなん。ほらはい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 、あー無理かー。いやこっからの逆転全然あるからな。もう一回落ちるか落ちないかわからないスプリットいこう、これマジで効く、これどっち落ちるんですよねー。センター、よーってことで佐々木朗希選手完全試合おめでとうございます。